はい、川崎 GGR400N 型ですね。はい、もうすごい久しぶりに入りました。もう入んないんじゃないのかなって僕思ってたんですけども、たまたまこれがですね市場に出てきて、なんとか仕入れることができました。もういつぶりかな、前いつ仕入れたかなんて覚えてないですよ。それぐらい前の仕入れでしたね。やっと入りました。ホワイトベースの動画はですね、割と GGR400N が多かったこともあったので、ホワイトベースといえば GGR400 かなっていうふうにおっしゃっていただけるような方も多い中ですね、うちに在庫がありませんでした。はい、その中でこれなんですけども、でこのカラーパターンなんですが、僕が乗ってるですね、1100の GGR と全く同じです。はい、全然同じパターンですね。年式もほぼ一緒です。だから僕のバイクと並べることですね、どっちかどっちだか素人目にはわからないというような状況になりますけれども、なかなかそれもまた楽しいかなと思います。はい、でこの GGR 非常によろしいコンディションなんですね。で何をですね根拠にそれを言うかというと、走行距離なんですよ。走行距離が3737キロです。で、断言しますが、この走行距離の GGR400N はもう出ません。はい、もう出ないです。これ長期保管車なんで、それなりにですね、各所、錆はあります。はい、各所錆はあるんですけども、機関状態はもう本当にこの走行距離のものなので、よく眠ってたなと思いますよ。はい、なかなかクリティカルな出会いでしたけど、でやっぱりこうやってですね、走行距離が実装で少ないというものを見つけたので、市場から引っ張ってまいりました。非常に良かったなと思ってます。はい、で距離が少ないので、傷もですねほとんどないです。こちら側にちょっとガリ傷あるかな。でもフルカウル揃ってて、なおかつこちら側も綺麗です。まあこの辺ちょっとジュルジュルってありますけども、なんか僕割と400N だと綺麗じゃない車体がもう多いんですね。だからこのぐらいの傷だと全然気にならないんですけども、皆さんどうなんでしょうね。皆さん気にしちゃうかな。気にします。傷物はダメですか。傷物じゃダメですか。傷物でもいいじゃないですか。不良物件でもいいじゃないですか。はい笑ったな。今のはですね、決して自分のことじゃないですよ。はい、まあ、またからとこんな感じですね。私身長173センチで、すいません、身長173センチで体重70キロほどあります。で、こんな感じですね、乗ると。はい、エルゴノミクスな形をしています。もう思うんですけど、やっぱり 400cc のツアラーとしてはもうこれ唯一ですね。はい、これしかないです。全然これしかない。他になんか高速走行で乗りやすいバイクって何ですかってこう聞かれてもですね、あんまり思いつかないですよね。ここまでしっかりとした大きな大型車を彷彿させるようなですねフェアリングがくっついてて、でなおかつ、高速安定性も良いオートバイっていうのはですね他にないと思います。はい、もう本当にそう思いますね。なんでかっていうと、この車体そのものっていうのが600から来てるものなんです。 600cc の GGR600 とですね、今うちにも1台ありますけども、それとこの GGR400 何が違うかっていうと、エンジンが違うだけなんです。エンジンのボアがちょっと違う、ただそれだけですね。他のところについてはもうほぼ同じ、まあメータースケールも違うかな、でもそのぐらいですね。はい、部品もほぼ流用が効くぐらい同じなんで、スケール的には600で作ったものを日本向けに 400cc に直しましたよと。で、それがですね、デチューンと言っちゃえば、まあ、それまでなんですが、車体そのものすべてをですね 600cc の出力に合わせて作ってあるわけです。ということは、それを400にするということは 200cc 分の、耐久性の余裕があるということです。だからすごい話なんですけど、私の知人にですね、GGR の400乗ってた人がいるんですけども、他店で買ったものだったんですけどね、それが、ちょうど2万キロちょっとまで走ったところで、中古にとして、売ったんですけども、オークションに戻してきたんですけども、その時発覚したのがですね、8万キロ以上巻かれてたんですよ、メーターを。はい、うちで売ったやつじゃないですよ。
で8万キロ以上巻かれた状態で買った時にその人6000キロで買ったらしいんですね。もうとんでもねえことするなと思いますけど、でそのバイク そっからさらに2万キロ以上走ったんです。でまだ走る状態だったんです。ということは GGR600 いや GGR400 というのはですね、まあ、10万キロ走ることができるポテンシャルがあるのではないのかなというふうに僕は考えてしまったんですけど、いい方に考えちゃったんですけど、まあそんなあの耐久性が非常に優れる車体なんですね。で、まあ見た目大きいじゃないですか。だから乗りづらいんじゃないかなって思われる方もいると思うんですけど、足つきいいんですよ。見てください。両方の足僕べったりつきます。まあバイクなんて片足コンクリつけば大丈夫なんですけど、両方の足がべったりとこうつくのに加えてですね、こう前傾した時にですね、ポジションがそんなにきつくない。セパハンですけどアップハンのポジションに近いセパハンがついてます。で、なおかつですね腰にもあまり、きつくないポジションなんですね。だから腰痛持ちの人にも乗れるんじゃないのかなって僕は思うんですけどね。僕自身腰痛持ちですけど GGR 乗ってますし特に問題ないですね。でフロントスクリーンの透過性も現在のところ十分にあります。でこれから冬で寒くなるんで風は当たらない方が体力の消耗は少ないし長距離も行けます。まあ、それに加えて、まあ、最近僕買ってきたんですけどもこのあれですね、これ分かります？ボクシンググローブです。ボクシングに使うグローブなんですけど、これ、まあ、コミネって書いてあるんですけどね、これをこうつけてやると、これこうつけてやるとですね、もう中に手がすっぽり収まります。この状態で、手袋をする、もしくはグリップヒーターをつけてやると、もうほとんど寒さなんか感じねえぜっていう素晴らしい状態になります。もうむしろ海パン一丁で乗れます。誰かやってみてください。これをつけて、グリップヒーターをつけて、海パン一丁で乗って真冬乗っていただくときっと寒さ感じないと思いますんで、はい、ぜひやってみてほしいな。でもし やったらですね、写真とかに撮って僕のところに送ってください。そしたらツイッターに上げてですね、みんなで笑わせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、なんですけど、でうちの乗り出し価格の中にはですね、基本的な整備と、それから車検の費用、それから、まあ、車検にまつわる費用ですね、名義変更の手数料とテスト走行、そこまで含んでます。で基本的な部分の整備というのはですね、結構 こいつの場合はやります。まず、まあ、バッテリーオイル、冷却水などの液体交換 はまず言わずもがなで、それに関わるところにで剥がした時にですね、まあ、年式立ってますんで、そこをちょっと劣化がないかどうかのチェック、それから透過類のチェックですね、そうしたものをやった上で車検を通して、テストをして、でもちろん駆動関係も注油等を行います。でそこからテストをしてからですね、調整等をした上でお客様に納車と。車検自体はこれすぐ通ると思います。フルノーマルなんでそれ自体は多分問題ないと思うんですけども、いかんせんですね、3000数百キロということはしばらく寝てたバイクなんで、あちこち油さしたりとかですね調整したりっていう部分は出てくると思うんですね。でそこをやらせてもらってから納車をさせてください。はい、なので多分他のバイクよりは多少時間がかかっちゃうかもしれないです。まあ多少つっても本当は数日ですけどかもしれないんですけども、まあ、そこはご了承いただければなと思います。で外装も綺麗ですし、非常にエンジンの作動も良好です。なので、まだまだ全然これから乗っていけるオートバイなんじゃないのかなというふうに、考えられますね。はい、非常にいいと思いますよ。僕この色の GGR、まあ、1100ですけども、もうねかれこれ4年ですよ、車検2回取ってもうずっと僕の手元にありますけれども、もう、まあ、カラー的には全然飽きが来ないですよね。で売ろうとも思わないしずっと手元に置いておけるなっていう1台です。 GGR ってそういう1台なんですよ。やっぱり高速走行ですごく乗りやすいっていうのは確かなんですけども、中低速ですね。でそこは非常にまあ、もっさりしてるんですよ。もっさりもわーって感じであまり吹けが良くない。であまり吹けが良くないとどうなるかっていうとですね、アクセルワークが適当であってもリア流れたりしないんですね。ただ回せば速いです。その分パワーバンドは上の方にあると考えてください。そういうオートバイでしかもこのようにどっしり安定をしていてですね、風が当たりづらいようになってますんで、やはり長距離には向いているというふうに思います。ただ最近長距離に向いている 400cc 減りましたよね。
だからこういうバイクっていうのは非常に貴重なんじゃないのかなというふうに僕は考えてます。で、高くなりました。 GGR400 非常に正直高くなりました。だから今うちが出しているこの金額もですね、次の仕入れで同じ価格で出せるかってちょっと疑問です。多分無理だと思いますので、あまりそれ以上になるようだと僕仕入れ自体を起こさないんですよ。だからやっぱりそこそこいい状態で走行距離も少なくてですね、この価格帯で車検つけてっていうのはまあしばらくないんじゃないのかなというふうに思います。多分これ別に僕がですね売りたくて言ってるわけじゃないんですけど、他のお店屋さんでどういう状況でいくらで売ってるかっていうのを見てもらえればご理解いただけるんじゃないかなというふうに思います。でうちで出してる価格というのはですね、本当に納車価格です。納車って店頭納車ですよ。陸送は含まないです。陸送の時は別になりますけども、店頭納車納車価格ですので、それ以外の費用というのは全くいただきません。お客さんから何か希望があった時のみですね、別に別途ですね見積もりを立てて、いいですかということでやったりはしますけれども、まあそれぐらいいいです。はい、非常にかっこいいですよ。じゃあちょっとエンジン行ってみましょうか。はい、こんだけ長い間喋ってたので、まあこれがコールドであるということに疑う方はいないと思うんですけど、今本当冷たいです。冷たい状態でエンジンかけてます。で、まあ、ちょっとフェアリングついてるんでいっぱい触るのまでは届かないんですけど、ね、まだまだ触れる。で、まあ、暖気の時は軽くチョークを引いてください。これで半チョークぐらい。これで全チョーク。で、だんだん回転数が上がります。はい、上がりました。で、こうなったらこの状態でゆっくり20秒、15秒から20秒。だんだんボコボコ言わなくなります。エンジン音が滑らかになっていきます。そしたら、ゆっくりチョークを戻してやって、あとはアクセルで拾う。で、アイドリングが安定したらそれで OK で、まあ、アクセルちょっとひねってですね、アクセルがついてくるって言うんですけども、引き上がりがちゃんと引けるようになったらもう OK ですね。はい、だいたい回転数にして1400から1450ぐらいになってます。で、タコメーターの針もですね、ゆらゆらしませんので、非常にその点は状態がいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、どうですか。普段は僕ふかしたりとかってやんないんですけど、うん、あんまりやると部屋が煙くなるんであれですけど、要はその機械の作動音がですね非常に良好な状態ですよっていうことが言いたいです。どうですか。名前やるとやっぱこの中が CO ノックスだらけになって苦しいんで、苦しくなったところ、うん、みんなが喘息になってしまうとなりそうだな。なんかそんな感じなんで、まあ、あんまり やれないんですけど、本当はですね走り回りたいんですけど、ちょっとナンバーもないですしそれはできません。ただ ありがとうね。ただですね、うちの方でナンバーを取得したあと車検取ったらですね、ちゃんとテストしてから、お渡ししますので、まあ、走って当然だなというぐらいに考えておいてください。はい、そういう感じの GGR400N ですね。もう出ないと思うな本当。だからもしお探しの方がいるのであれば一声かけてください。で、まあうん、そうですね、もし売れてしまってでもですね、次出るかなって言ったら
もう今までも GGR400 円で探してなかったことないんですよ。ずっと見てたんですけども、それでもやっぱり1年以上かかってるんで、ちょっと難しいかなとは思います。もし私自身が GGR400 を探しているとしたら、これはですね、非常に選びたい1台ですね。はい、そのぐらいのことは言えます。はい、というわけでぜひですね、お探しの方いれば、お安く設定をいたしました。これ僕自身は本当はあんまこういうことは言っちゃいけないんですけど、個人的に内見ですよ、あくまで安いと思います、正直言って。車検付きでこの距離でこの状態で、このカラーパターンでこの金額っていうのは正直僕はものすごく安いと思います。というのは仕入れを見てるんで、僕は仕入れの価格の変動推移を見てるので、この値段で出すのがどれだけ大変かっていうのを他の車種を見るとよくわかるんですよ。運よくです、運よく安く入りました。運よく安く入ったからって、相場並みの値段じゃなくて、ちゃんとですね、そこは安く入ったから安めに出すっていうことを心がけてますんで、多分安いと思うんです。はい、でも価格だけで訴求してるつもりはないですよ。はい、ただそれが皆さんに対してお買い得に提供できればいいなと思って言ってるだけです。はい、なのでお探しの方いらっしゃればどうぞよろしくお願いします。はい、でも長々失礼しました。ありがとうございます。